まあ、いよいよね、まあ、明日から参院選が始まるということで、公示ということでね、まあ、まあ、別にもう、なんか、なんていうんですかね、まあ、選挙というのはなんか始まったら終わりという感じがしてね、まあ、もう、なんかどうでもいいんですけども、まあ、ただ、まあ、ネット選挙っていうのがね、なんか話題になってて、これからどうなるんだろうみたいな、ことをね、思ってたら、その、なんか民主の議員は、音声ツイッターは更新、公示移行もするっていうことでね、もうなんか、ようわからんなと。確かにもうこういうなんか、選挙法っていうのはね、どれがダメで、どれがいいみたいなね、すっごい本当に、くだらないなと、僕は本当に思うんですよね。別に、いいじゃないか。別になんかその、その選挙運動っていうのは別にね、異様なことでもないんだからと、自分のね、思いとかアピールとかっていうのをね、やったらいいんですよね。んで、まあ、やりすぎる候補っていうのはやっぱりその、なんていうんですか、まあ、不分立で制裁というかですね、やっぱりみんなから、見捨てられるわけでね、まあなんか2ちゃんでその政治的なコピペをね、貼りまくってる人っていうのはいてますけども、まあそういうのはやっぱりなんていうんですか、まあ、結局無視されますからね、それなりに淘汰されていくっていうことで、だからこれぐらいはね、まあネットの選挙運動ぐらい全然解禁してもいいと思うんですけども、まあ法律がね、お流れになったっていうことで、本当につまらないなと、僕は思いますね。まあ、僕もまあ、一応ね、別に特定の個人を日頃から応援してるようなことっていうのは別にないんですけども、まあでもまあ、公示以降は、まあ、政治的なね、なんかそういう、違法に、なんか繋がるような発言っていうのはね、まあ、控えようとは思いますけども、まあ、ただいろんなね、まあ、これはどうかなという、まあ、批判というのは、まあ、変わらずに、していこうかなと、思いますけどね。まあ、これ僕、本当に僕の趣味の、音声ブログというかね、喋ってるだけなんで、まあ、それにしても本当になんか、つまんないですね。こういうのが日本の、政治のダメなとこだなと、思いますね。まあだからこういうなんか音声ツイッターなりね、音声使って、やる人がね、いっぱい出てきていいんちゃうかなと。まあ例えば YouTube でね、別に、なんか僕みたいな音声のみとか、Ustream で音声のみとか、まあ、ネトラジでね、喋るとか、もうそういう人が出てきてもおかしくないかなと思いますけども。ただあんまなんかその、なんか、法スレスレみたいなことをやったらね、まあ、やばくなるだけなんで、まあ、やっぱりやらん方がいいかなと思ったりしますけどね。まあ、とにかく、まあ、もう選挙ということで、まあ、僕はもう、なんていうんですか、まあ、結果がなんとなく分かっただけに、もうなんか、どうでもいいかなと思いますけども、まあ、ただ個人的には、お灸を据える選挙だなと思ってるんでね、今回はね、お灸を据えてやろうみたいな気持ちではいてるんですけども、まあね、ほんと、普天間の、なんか今日、普天間じゃ沖縄のね、なんかツイート、なんか慰霊祭みたいなとこもあったりとかして、まあ本当に僕はね、思うところっていうのはたくさんありますね、ということで。